こんにちは。西武池袋本店ランコムメイクアップエキスパート伊袋と申します。本日はランコムビューティーボックスを皆さんにご紹介させていただきます。こちらはピンクの美人メイクを完成させるフルメイクアイテムとランコムのベストセラー製品がセットになっています。限定のラローズアイシャドウパレットを使って4つのフェイクパターンをご紹介させていただきます。お楽しみに。それでは早速ピンクの美人メイクの基本ベースメイクから作っていきます。こちらがランコムベストセラーの UV エクスペールトーンアップローズ日焼け止めメイクアップベースです。日本女性が理想とするピンクカラーがお肌をトーンアップし、薄く伸ばすだけで毛穴や色ムラをきれいにカバーしてくれます。程よいツヤ感と保湿力があるので一年中マストですね。ファンデの前に使用するだけでピンクの美人メイクのベースが完成します。いよいよここからビューティーボックス限定のラ・ローズアイシャドウパレットでノエルシーズンに私がおすすめするメイクパターンを4つご紹介していきます。まずはパターン1、オフィスでも使えるナチュラルピンクメイクをご紹介します。パレット一番左のベージュをアイホールに入れていきます。次に一番右のピンクを二重幅に薄く入れます。そして左から2番目ブラウンを目の際に入れて引き締めます。これでアイシャドウは完成です。そしてマスカラです。どんな目の形にもフィットするスワンネックと漆黒ブラックが特徴のグランディオーズで仕上げます。まつげが扇状にグッと持ち上がりボリュームアップします。お肌を美しく見せる美肌チークです。入れ方を変えるとお顔の印象がガラッと変わりますよ。今回の限定ラ・ローズアイシャドウパレットのどのカラーともマッチします。最後にリップ、ノエルバイスルトレンドカラーのクリーミーなコーラルレッド120番で仕上げます。これでナチュラルピンクメイクの完成です。続いてパターン2、エッジピンクメイクをご紹介します。先ほどのパターン1ナチュラルピンクメイクにちょい足しカラーで簡単にメイクのお着替えができるんです。パレット左から4番目ネイビーのアイシャドウをプラスしエッジに仕上げます。リップにもプラスワンカラー、ランコム一番人気のラプソルルージュ264番をリップの中心にポンポンと乗せて軽くなじませます。アイとリップにたった一色をプラスするだけでもう一人の私に出会えます。ぜひオンとオフのメイクを使い分けてみてくださいね。パターン3は上品で可愛らしい大人キュートピンクメイクです。最後のパターン4はイベントや特別な日におすすめしたいゴージャスピンクメイクです。そしてその他にもランコムベストセラーのスキンケアアイテムやブラシセットも入っています。私も大好きなランコムスキンケア、洗顔後すぐにお使いいただくランコム人気ナンバーワン美容液ジェニフィックアドバンスト N と C
シェイクして使用するお化粧水クラリフィックデュアルエッセンスローションも。2つを一緒に使うとファンデーションのノリが全然違うなと実感します。そしてさらにジェニフィックシリーズのお目元美容液とマスク、なんとブラシセットもついています。フェイス、チーク、アイシャドウブラシと盛りだくさんの内容になっています。さてランコムビューティーボックスで作るピンクの美人メイクはいかがでしたでしょうか。ご紹介させていただいたのは西武池袋ランコムメイクアップエキスパート井袋でした。カウンターでもお待ちしております。